オニオンリングはアメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、及びアジア、ヨーロッパ本土、ラテンアメリカの一部で一般的に見られる前菜、または副食の一種である。一般的には切りされた玉ねぎからなり、バッター液、またはパン粉に浸した上で揚げられる。バリエーションとしてペースト状の玉ねぎで作られたものがある。通常、 オニオンリングは副食として提供されるが、しばしば単独で食べられる。また、調理の過程では、玉ねぎの酸化プロパンが甘い香りがするビスプロペニルジスルフィドに分解される。これが、オニオンリングが、ほのかに甘い味がする原因である。オニオンリングの正確な起源は不明だが、玉ねぎを牛乳と小麦粉に浸してあげたレシピは、 ニューヨークタイムズマガジンの1933年のクリスコの広告に掲載されていた。また1910年1月13日、フレンチフライドオニオンのレシピがニューヨークのミドルタウンのデイリータイムズに掲載された可能性もある。ただし、これがレシピの創始者であるとは主張していない。オニオンリングを発明したとする主張者の一つは、1920年代初頭にテキサス州、 オーククリフで設立されたカービィーエスピックスタンドというレストランチェーンである。1940年代の全盛期には全米で100カ所以上の店舗があり、テキサストーストの創始者であるとも主張している。1802年のジョン・マラードの料理本、ザ・アート・オブ・クッカリー・メイド・イージー・アンド・リファインドの152ページには、フライド・オニオンのパルメザンチーズ・添えというレシピが含まれている。 レシピでは、玉ねぎを半円状のリングに切り、小麦粉、クリーム、塩、胡椒、パルメザンチーズで作ったバッター液に浸し、ラードで揚げると指南している。さらに、溶かしバターとマスタードで作ったソースを添えることも提案している。オニオンリングタワーの冷真ん中の穴に軸となるストローなどを通し、オニオンリングを登場に重ねながら立体的に盛り付けたものは、 オニオンリングタワーと呼ばれ、居酒屋などで見られる。ありがとうございます。